先進理工系科学研究科工学部に所属しています金田一さやかと申します。 え今日は建築における換気についてということでお話しさせていただきます。えっとはじめにですね、こちらのリーフレットは皆さんもよくあの目にするしているんじゃないかなと思うんですが、えー、新型コロナウイルスの集団発生防止のために3三つの密を避けましょうというあのリーフレットです。で、このうち1,2,3というふうにありますが。 えっと、一番の部分の換気の悪い密閉空間を避けましょう。ということで、えっと、最近ですね、換気に対する注目というのが非常に高まっているというふうに言えます。で、一般の方々に、あの、換気について聞いてみると。まあ、いろんな素朴な疑問っていうのがあることが分かってきました。まあ、換気、換気と言われるので、とりあえず、まあ、窓やドアを開けなきゃ。 まあ2時間に1回窓開けをするのがいいらしいよ」とか「じゃあ冬になって外が寒くなってきたらどうしよう」「じゃあエアコンをつければいいんじゃないの?」とか「でお店とかまあ窓がないところもあるよねそういうところは大丈夫だろうか」「じゃあそういえば職場の窓も開かないけど大丈夫なのかな」といったまあ、いくつか疑問があるんじゃないかなというふうに思います。まあ今日はこういったあの 皆さんの疑問質問に対しても答えれるようなあのお話ができればなというふうに考えておりますじゃあそもそもですねなんで換気って必要なのかなというところから少しご説明したいと思いますはじめに皆さんの1日の行動を少し考えてみていただきたいんですけれどもこれ少し古いんですか に住んでいる15歳以上の1800名ほどを対象としました生活時間調査というものの結果を示しています、えー、これを見ますとえっ、ー、と24時間のうちの、まあ、平均的にはえっ、ー、と90%の時間をまあ人々は屋内で過ごしているということがお分かりになるかと思います まあ内訳としてはお家であったり職場学校というふうにありますがいずれにしても大半の時間を屋内で過ごしているということです。じゃあその屋内で換気をしないとどうなるかどうううななるるかかでしょうかということです。こちらの図は室内にまあ人がいたり何か物があったりしますがそういった状況で発生している汚染物質を示しています。 えっとこれを見ていただきますとまああの燃焼系の器具があったりするとまあいろいろガスが発生ししたりしますその他においがあったりまたは換気をしていないとカビが発生したりで今回の問題のようなウイルスが発生したりということがあったりまた人がいるだけでも COCO CO 周期等のまあ汚染物質をまあ実は発生しているということが分かっていただけるかと思います。 まあ、だから空気を入れ替える、まあ、換気が必要になってくるわけですで、まあ。すなわち換気っていうのは室内の空気と外の空気を交換するということを意味しているんですね。で外の空気を室内に取り入れるそれと同時にですね室内の空気を外に追い出さなきゃいけないこれによって先ほどお話しした汚染物質 を室内から外に排出したり、または希釈薄める効果があったりということになります。これがまあ、換気のあの原則目的というふうになります。で、汚染物質の濃度に対しては様々な基準値が設けられています。まあ、これは法律等であの決まっているものの一部になりますけれども。 これを見ていただくと、まあ、二酸化炭素であったり一酸化炭素であったりの濃度あとは浮遊粉塵ですねやホルマアルデヒド等に対して、まあ、基準値が定められていることがわかりますこの中で、まあ、日常よく使う指針としては CO2 濃度 1000ppm 以下というこちらがあるんですけれどもちょっとこれについてあのお話ししたいと思います。というのは まあお聞きになった方ことがある方も多いかと思いますが、まあ、濃度のの単位一つです 1ppm といいますと、まあ、1メートル角のまあ立方体の中に1センチの立方体が入っているような濃度、まあ、体積比で100万分の1という濃度になります。 一方今お話しし 1000ppm になりますと、まあ、同じサイズの1ル角の中に1 0ンチ角の立方体があるようなことで、まあ、100万分の1000になりますから、まあ、0.1%の濃度これがまあ CO の室内の基準値というふうに、まあ、一般的に多く使われている値になります。一方ですね外の空気も CO 二酸化炭素を含んでいます。 これもご存知の方多いかもしれませんが外の二酸化炭素の濃度、まあ、ちょっと年々上がっています最近ですと 400ppm ちょっとぐらいになっていますけれども、まあ、外の空気がそういう中で室内は少なくても 1000ppm 以下にしましょうというのが基準なんですね。でその基準、まあ、換気が不足したら まあ室内の汚染物質濃度ががやっっぱりどんどんん上がっていくわけです。で、人に対しても健康の影響が出たりまたは生産効率生産性作業効率ですねが低下してしまったりというさまざまな影響問題が発生していきますえ。ですので通常人間から発生する汚染物質特に二酸化炭素 CO2 を基準値以下にまあ希釈するように換気しましょう。 というのが、あの定められています。概ね一人当たりですね、人一人当たり二十から三十立方メートルパーワー。というまあ換気量が必要です。で建築基準法という法律によりますと。まあ人がいるすべての居室ですね。居室には換気設備を設置しなさいというふうに義務付けられています。でまあコロナウイルスのいかにかかわらずですね。 建物の気密性っていうのが、まあ、建物が非常にしっかりしてきて穴が少ない空気が通り道が少なくなってきてますので、えっと、近年は換気っていうのはますますまあ重要になってきているというところです。で次の例っていうのは住宅に対しての換気基準が大きく変わった景気になったのは平成15年2003年の法律改正がありました。まあ、この時点で まあシックハウス対策として換気が必要だよねというのがあの随分言われた時期があります。でこの裏を見ていただくと、まあ、シックハウス自体は建材等の接着剤等から発散される、えー、ホルムアルデヒドがまあ問題となっていますので対策としてはそれら別のところもあるんですがその一つとしてこれを大きくしますと。 0.5回パーアワー以上の換気設備これを設置しなさいというふうになったんですねこれが2003年に変わった大きなことなんですま0.5回パーアワーというあの言葉が出てきましたのでここでちょっとその説明をしますけれどもまあ言い換えると2時間に1回なんですね2時間に1回何なのか2時間に1回窓を開けるではないんですね これがちょっとなんか誤解されているところがあるかなと思うんですけれども正しくは2時間に1回室内の空気が入れ替わるように換気しましょうとそういう換気量の単位なんです。で標準的なま住宅にはま空気の量としては300立方メートルぐらいま空気が入っていますね。えっと、そのの半分の150ーベパーアワーという換気量が まあ標準的な住宅では必要になるんですね。で、一方先ほど人一人いるとまあ二十から三十リッポメーター,パーアパワーぐらいが必要だよと言いました。これを五かけるとちょうどまあ百五十というぐらいになりますので、つまり五人自宅まあ家にいたとき同時にですね。ときにも C O 二濃度が基準値以下になるようなあの換気量 にしなさいというのが、この0.5回パーアワーの意味です。で、住宅以外に対してはまあ、人の数材質人数っていうのがかなり異なりますので、それらを考慮してまあ、決定されるんですが、0.5回パーアワーっていうのは住宅の換気量の目安としてまあ、よく使われているということです。じゃ、この換気量をどうやって確保するかということで。 どのよううに換気しまますすかという方式が大きく2つあります、まあ、テクニカル的用語としては「まあ、自然換気」っていう言葉と「機械換気」という言葉を使うんですけれども、まあ、これ何だろうというふうにまあ想像してもらって、えー、下の図と合わせてですねちょっと考えていただくと自然換気というのは、まあ、窓を開ける方式です簡単に言うと、まあ、こちらの左の図のようなことを意味しています。 で機械換気と言いますと先ほど言った0.5回パーアワーの換気設備を用意しなさいこそれは実は機械換気の方式を準備しなさいということなんですねですのでこ,この図は右の方になりますが何らか送風機なりファンなりという機械の力を使って、えー、換気をするというのがあの機械換気になります で通常の家では、住宅では、まあ自然換気も機械換気も。どちらもできるように、あの備わっているというわけです。で住宅について、特に言いますが。まあ住宅の換気というのは、使う人、居住者の判断に、よるところが、非常に大きいです。で本来は、季節なり、材質人数によって。 ま、良い換気っていうのを考えていただきたい。そういう必要があると思っています。ま1、あ、つの例としては、季節が良ければ季節が良い時には先ほどの初めの方、自然換気をまあ使うのがいいでしょうということです。すなわち窓が開けられるのであれば、あの窓を開けていただいて換気をするっていうのはまあ合理的な方法であると思います。 でその時に気をつけていただきたいのは二方向開口というところを意識してもらえたらあの換気がもっと有効になるということ。で、えっ、ー、と二方向開口というのはまあ、開ける入り口と出口をあのなるべくこう対面になるようにあの用意してもらうということですね。風向きにもよるんですけれども入った空気の気持ちになってなるべくこうルートが簡単になるように。 あの開口を設けていただくとより換気がしやすくなります。ただし、まあ、自然換気の場合には風の向きがこう変わったり、また強さもま変わるわけです。そういったことによって換気量というのは変動する、まあ、そういう特性があります。でまあ皆さんこちらを特に換気というとあのイメージされるかなと思うんですけれども。 窓を開けられないという時も当然出てきます寒くなったり暑くなったりまた雨が降っていたりという時にはあの機械換気をぜひ使っていただきたい繰り返しになりますが2003年以降の住宅には必ず機械換気設備がついていますですのでま,まずはあの入り口と出口吸気口と排気口を確認していただきたいということですね でファンが機械換気のファンがどこについているかというのは入り口のみであったり出口のみであったりまた両方である場合もまあ方式としてはいくつかありますがいずれにしてもそのルートを確保してほしいということですで吸気口と換気口は必ずセットであの考えていただきたいこれは排気側にあの排気口があってファンがある場合。 ですけれどもまあ、普通は天井が張られているので見えないかもしれませんがその場合にも吸気口が開いてなければファンをいくら動かしても換気はできていませんですのでこの両方セットで考えてこそまあ機械換気っていうのはまあうまく動くよということをまあ覚えていただければなと思います特にまあ暑くなってきたりしてあのー 自然換気で窓を開けてもなあという時も出てくるかと思いますが本当に暑い時というのはぜひエアコンを使っていただきたいということですね、まあ、ニュースなどでも言われていると思いますが、まあ、熱中症のリススククがが増大しし、まあ、マスクを着用てて特にくく感じてくる時期がありますでその時にまあリルームエアコンの特性を知っていただきたいんですけれども、まあ、一般的に家庭についているようなルームエアコンというのは冷やしたり 温めたりするための装置ですですので換気とは別なんですね換気の機能は普通ついていませんで、まあそれが一つ覚えていただきたいのと最新のエアコンであれば実はエネルギーをあまり気にする必要がないということです省エネルギーですで、この円グラフというのは家庭で1年間に使うエネルギーの分類を示し構成比を示していますが 冷房というのはあの実はさほど大きくないというのがお分かりになると思います。ですのでまあ、換気は十分に行いながらですね、上手にまあエアコンを使っていただくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。住宅以外の場合についても少しお話ししたいと思うんですが、まあ、窓が開かなかったり、また見当たらなくても、 先ほども申したようにすべての教室には換気設備というのは必ずついていますでまぁ、あ、分かりにくい場合も多いんですが空調設備と一体になっていたいる場合とかまあ換気設備が独立している場合など、システムがあの住宅よりよりテッカ機に渡っていますまた集中管理されている建物も多いというのがまあ住宅以外のまあ、オフィス等のビルになります今。 空調というお話をしましたが、まあ、空調空気調和の略になってますけれども空調についても少しお話ししますが空調というのは本来、まあ、適切な温度に維持する冷房と暖房それから適切な湿度を維持する除湿と過湿これにきれいで新鮮な空気を供給する換気と浄化これらが 全部合わさってて、まあ、空調すするとといいうことを意味していますですので、まあ、冷房を冷やすだけじゃなくてね本来は空調っていうと換気もどう一緒に考えなきゃいけないという意味なんです。それで住宅以外においてはこの全部をひっくるめた空調の一部として、まあ、換気を使っている例というのも結構あります。というのも結構あります。それを換気一体型の空調方式としてここに一つ例を示しています。 これは、まあ、空調機と言われる、まあ、あのもの、機械からこう冷たいいいい空気をいくつかの部屋に送っているという図です。だ室内がこう冷えて冷房されているいわゆる冷房されている状態なんですが実はこういった空調機を使った方式の中には、えー、外気外の空気を混ぜてから冷やし室内に吹き出している。 という方式があ,のあります。で、こうし、これですとあのどこから換気しているのかなというのが実感しにくいんですけれども、あの実は空調空気の中に外の空気換気機能も混ざっているというような場合があの結構あります。で、一方ですね、エアコンとまあ、換気が別々に考えているような場合、まあ、どちらかというと住宅なんかのあの考え方に近いものも もうたくさんあります。まあ、いろんなシステムがあるんですけれども、例えばここに示しましたのは、まあ、天井を見るといくつかなんか吹き出しそうなところがあるよと、で壁を見るといくつかリモコンがあるよというようなものがあるかと思います。でこれこの例ですとこれはエアコン、まあ、いわゆる冷暖房をしてくれるエアコンのがこちらなんですね。でリモコンとしてはこちらになっている。 ま証明はこれどこにでもあるようなもので、スイッチがこう付いているというようなま連動をしているんですけれども。じゃあもう1個のこれ。これは何だろうと。これが換気設備になっています。だ、別々なんですね。さっきは同時にやっていました。けれども、これは別々に行っています。で、ここにから出てくる空気っていうのは換気の空気です。換気設備でえっと全熱交換器というタイプ。 がこのこここでは入っています、まあ、これはあの外の空気が直接入ってくるのではなくてまあ室内の空気空調された空気のあったかい分とか冷えた分を少しあの取ってくれ熱交換してから入ってくるのであの換気をしても室内の寒さとか暑さを少しあの軽減してくれるんですね。っていうようなもので省エネにも有効なのでこの オフィスなど以外でも小さいものもありまして住宅用機器としてもまあ普及しているものですまあ、いずれにしてもまあ方式はいろいろあるのですが換気っていうのは人がいるところにはどこでもしているということをお伝えできればと思いますでこれ最後になりますが地下街も当然換気をしなきゃならないわけです窓がなくてどこから入ってくるんだろうって思われるかもしれませんがこれは大阪梅田にある換気と で地下外に換気空気空を送るための設備です建物にすると67階ぐらいの高さがある、まあ、大きなあの設備で何かなって思われると思うんですけれどもあの通常はまあドーンと大きい筒だったりするところをこれは村野東吾さんという有名な建築家があのその当時あのデザインされた 変わった換気とでまあ、ちょっと有名なものです。あのいずれにしても窓がなくてもあの換気というのはちゃんとしています。ということで、人がいるところには、あのコロナウイルス云々に関わらずですね。あの換気が必要なんです。ただ今後ですね。換気の重要性っていうのは、あのますます高まっていくだろうというふうには思っています。 で今日お話ししたような換気の話というのは空気の流れなんですね。空気の流れというのはま当然目に見えないわけです。で、ただ実はあの物理現象を理解することで、ま意外と想像が楽になったりということがあって、実は皆さんの身の回りにあるようなインフラ設備とか建築物っていうのもさまざまな物理現象に基づいて、まそれを応用して。 工学的に設計されたもの、まあ、形にされたものなんです。で、アフターコロナ時代になりますと、まあ、建設環境分野っていうのもまた変わらなきゃいけないという新しい時代に入っていくと思いますけれども、広島大学工学部第4類建設環境系ですけれども、若い皆さんの力をぜひあの貸していただければなと思っています。あのぜひご興味持っていただければと思います。えー、以上になります。 ご清聴ありがとうございます。